被然国分寺跡被然国分寺マデラ跡被然。前国分寺跡は佐賀県佐賀市山都町にある寺院跡。現在は佐賀市の史跡に指定されている。奈良時代に聖武天皇の御事のりにより日本各地に建立された国分寺のうち被然国国分寺の寺院跡にあたる。本校では被然国分寺マデラ跡についても解説する。佐賀市北部。 国宝 1>, 1キロメートルに山を控える傾斜地に位置する。東に掃除跡、西に甘出る跡があり、現在も二次という地名に名残を伝えている。両事席は住宅街の中にあるため、史跡整備はされていない。聖武天皇の御事乗りによる建立とされるが、創建の記録は残っていない。国分寺は鎌倉時代には、自当職に国武士の名も見え、 かなりの勢力を持っていたとされる。その後、南北朝時代から室町時代にかけて衰退したと見られている。江戸時代の完成4年の絵図には、当時の地域が描かれているが、創建時からは、かなりの縮小が指摘される。地域は片二丁。画乱配置は、注文、近道、行動一直線に配置し、注文左右から出た回廊がこれらを囲むと推定される。 近藤の南東方に配置された。その反築基団は全国国分寺のうちでも最大規模で70頭と想定される。掃除の東方では4基の河原釜も見つかっている。天寺跡は掃除跡の西方に推定されている。地域は一朝四方所在地周辺国府について非然国風土記に記録がない。和名称に、か、帰国府とある。しかし、 奈良時代には、口に置かれていたので移転したと推定される、非前国部アマデラートに関するカテゴリー、ありがとうございます。